はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝川直樹です。今日は偏差値65への算数、今日はね、速さの、追いかけるってやつのね、ちょっとひねりがあるやつをやってみましょう。周囲が正方形である建物 ABCD を歩きます。太郎くんは A 地点から、花子さんは C 地点から同時に矢印の方向に、歩き始めました。さあ AB イコール60メートル、太郎くんの速さは毎分84メートルで、花子さんの歩く速さは毎分60メートル。太郎さんが花子さんの後ろ姿が見えるのは何分後ですか、ね、さあ太郎くんは、ここから出発してね、84メートル、毎分、分速84メートルでこういうふうに歩いていく。花子さんは分速60メートル毎分で歩いていく、ね、で、一辺は60メートルの正方形、ね、こういう時はまずね、太郎と花子さんは 60×2 の、ね、120メートル差があるわけです。2人は120メートルの差がある、ね、でも120メートル追いつく必要はないんです。とりあえず差し当たって一辺が60メートルですから、ひょっとしたらこの60メートルの以内になってくれば、花子さんのね、雰囲気が伝わってきますよね。ですからまずね、2人の差が一辺分の60メートルに、なるのはいつか、ね、出してみるわけです。でこれは60メートルになるわけですよね、差がね。60÷84-60 です。ね、60÷24 ですね。ね、60メートル、ね、追いつくためには1分間に24メートル追いつく。ね、24分の60、約分して2分の5分です。さあ2分の5分で60メートルの差になります。さあしかしね、これね、計算してみるとまだ見えないんですよ。例えば花子さんは2分の5分後にね、 60×2/5 ですから150メートル進んでいます。つまりここから60、60、これ120ですね。で150ですから、150-この60、60の120を引いて、花子さんは、A 地点から30メートル離れたところにいます。花子さんこう来てこう来てこう来てね、 A 地点から30メートル進んだところに花子さんがいる。さあそして太郎くんはというと、84メートル毎分で2分の5分後というと、210メートル進んでいます。さあ、こっから210メートル、60、60、60、これ180ですから。で、210メートルとこの辺にいるわけですよね。210-180 の D から30メートル進んだところに太郎くんがいる。ってことはまだ見えないですよね。花子さんはここ。太郎さんは、太郎がここ。確かに60メートルの差だけれど、まだ見えない。ってことはね、でも、これ花子さんはあと30メートル。太郎くんもこの A 地点まで30メートル。太郎くんの速いわけですから、絶対にここに来れば花子さんはこの辺にいて見えるわけです。花子さんっていうふうにね、ちょろっと花子さんが見えますよね、これね。さあ太郎くんは花子さんのことどう思っているのか。でちょっと見える。さあ、あと何分で見えるかっていうと、あと30メートルですよ。A 地点まであと30メートル。で、そして、太郎くんはその30メートルを、
毎分84メートルで、走るわけ、歩くわけですから、30割る84は84分の30分、ね、約分すると14分の5分ですね。だからここからは14分の5分、ね、太郎くんこう来て、ここまでは2分の5分でした。でそして、A 地点まで来るのに14分の5分でした。でこれ足せば花子さんが見えてくるわけです。ね、これね。2分の5分足す14分の5分は14分の35を足す14分の5。14分の40分、約分して7分の20で2と7分の6、ね、2と7分の6分で、太郎くんはこの辺にいる花子さんを見ることができるということですね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。